はですね、おわシャワーツリーめっちゃスーツサイトはね、綺麗。いいねいいね。今日は2024年6月、今は、3日お昼の11時19分です。気温は26度、変わりませんね。さあ今日はね、ちょっとカレー食べたい、インドカレーが食べたいよねってなって、今からスパイスアップにね、インドカレーを食べに行きます。おお、この道あんまり行かないから新鮮だ。では行ってみましょう。お腹空いたね。We're not the winners. We don't even know our cue. We don't even know our cue. でもね、車を止めて、ここはね、駐車場が裏にあります。うちのね、左のここはさ、お友達のスナック？カラオケ？なんだろう。なんですよね。だからね、たまーに来ます。そのお友達とのなんか、なんだろう、なんかね、スポーツのなんかされてて、もちろん今はクローズです。で、私たちが今回行くのはここ。ここからは入れるのかな。私はね、3回目かな、ここ来るので。もう本当はもう一つね、行きたいインドカレー屋さんがあるんですけど、そこはね、ディナーからしかやってないので、ランチも空いてるね。インドカレーの美味しいところは私はここだと思ってます。スパイスアップ。さあ、もちろんタンドリーチキンと、インド人だからビーフがないね、うん、あ、そっか、だからビーフがないんだ。私はバターチキンカレーと、ナンはプレーンかチーズ、そして絶対にマンゴーらしい。このマンゴーらしいがね、美味しいんですよ。なんだっけ、ティッカチキンウィング、うん、美味しそう。これ何、チキンティッカマサラ、多分スパイシーズがめっちゃ辛そう。と、私はバターチキンマイル。何まだかな。すごい、ガーリックチーズとレギュラー、私の下にある。夜は、今日はお友達のお店ごまていに来ました。今日は卓球の会合です。ジメジとんかつタンタンが飲んでました。すごくない、タンタン麺の上にとんかつ。ちょっと食べ過ぎたので、ロスでブラブラしましょう。なんかあるかな。はい、なんかあるでしょうか。今日もロスカハラに、うん、ロスカハラに来てます。うん、かわいいじゃん。めっちゃ安いよ、12ドル、うん、カラーがグッドね、うん、グッドじゃん。うん、そうだね、いいね。なんかハワイっぽいね、服欲しい。聞こえとった。でもなんて言っても、私たち毎日本当にもうスポーツウェアしか着らんけんね。うん、いいや、かわいいね、うん、これかわいいよ。
サイズがちっちゃいね。そうやね。あ、これ L だ。これ L だよ。うん、かわいい。9ドルだよ。うん、ちょっと考えだ。10ドルだ、10ドル。うん。バッグもかわいいだ。これもかわいいよ。うん。ほんとバッグかわいいね。バッグはこんな感じ、思ってくれ。かわいいね。うん、ハワイにいるといるものが着たくなるね。うん。気持ちいいだろ。気持ちいいね。グッド。服見に来たの？うん。まあいいか。なんかあればね。ロス、ロスといえば、わあ、何それ、ちっちゃいアンダーアーマーだ。サッカーシューズ。そう、ロスといえばね、ほぼほぼ一点物なのでびっくりした。ディオールかと思った、まさかね。パリス、わあ、次はプラダかと思ったらゲス。面白いね。そう、ほぼほぼ一点物なので、もう見つけた時に買わないと、次来てさ買おうとか思っとったら、キャないってなることがね、もう何度もあったので。え、これかわいいじゃん。なんだろうこれ、普通のスニーカーかな。カレカレー、これかわいい。まあいらないだけど、44ドル、すごいよ。なんかすごいよ。44ドル。大丈夫？大丈夫じゃないね。そう、今日ね、キラーウェアがね、噴火したんですよ。ね、だからすっごいアレルギーがあってね。でもめっちゃ硬いね。うん、めっちゃ硬いね。あんまり良くないかな。そうそう、キラーウェアがね、噴火して、もともとね喘息持ちやからね、ちょっときついっちゃんね。だけど今ね、すっごいビッグアイランドに行きたいね。ん、あ、それ見たよさっき。うん、ビッグアイランドでさ、噴火してるところ見たいなーなんて思ったりしていてね、友達の家に泊まれたらなーなんてめっちゃ思ってます。何これ、面白そう。バドミントンだよね。バドミントン、え、これいいじゃん、やりたい。楽しそう。海で、うん、え、ビーチで、え、これいいじゃん。見て、めっちゃ大きい。うわ、めっちゃ大きい、いいね。うん、買う？ノーノー。え、やりたい。安いよ、7ドルだよ。なんで、え、これ海でやるの？ジャンボバドミントンセット。え、なんでこっちは7ドルでこっちは13ドルなの？え、なんで、ちょっとわからない、なんでかな。え、いいじゃんこれ。あ、なんかいっぱいハーレーのがある。これもいいね。見て見て、10ドルです。よくないですかこれ。5個セット、浮き輪と、これか、ボートと浮き輪とビーチバレーボールと腕につけるやつ。え、これいいね。なんかプレゼントとかに。10ドルだし、全然10ドルに見えない。見て、これもいいよ。わ、ここいいね。なんか今日めっちゃいいものいっぱいある。見てこれ、これもめっちゃ楽しそう。見て、クマからいいね。ケア部屋だし、うちとかドーナツのトラ、なんていう、これ投げ、は輪投げか、輪投げ、輪投げ、輪投げか。え、いい。このケア部屋のかわいい、めっちゃかわいい。水が出る、こっちは下から水、こっちも下から水が出る。ケア部屋かわいい。
おもちゃもねほぼほぼ一点物なので本当にお宝探しです。え、かわいいじゃんバービーの車。さあこれはいくらかというと、いいね9ドル。お土産とかにいいな、こういうバービーもね。いいねいいね、いいねいいね、グッドだね。なんかモップみたいなの探しててちょうどあったね、グッドやね。なのでモップを買いました。買ってないけどまだそこにある。さ、散歩だからさまだ全然だよ、散歩しよう。なんかかわいいものあれば。あ、かわいい、これイタリアっぽい、見て、なんかめっちゃかわいいイタリアピチリっぽいのがあったよ。うん、なんか欲しいのあるかな。欲しいのはないんですけどね、いろいろちょっと散歩しよう。何これ、七里っぽい、うん、そうそうそう、ハワイだからね結構みんなさこうお外で食べたりね飲んだり、ビーチで食べたり飲んだりするから、このなんて言うんだろう、プラスチックの器が種類がさいっぱいあって可愛いんですよ。なんかもうプラスチックじゃないみたい、本物の器みたいな感じでさ本当に可愛いじゃんね。最近私これのさね、ほらあの有名なブランドのっぽくないですか。可愛い、可愛くてめっちゃ好き、いろいろ揃えたくなる。フレも可愛いし、ハワイだからね、せっかくハワイだからやっぱりハワイっぽいものが、これも可愛い、欲しくなります。なんかねこうバーベキューのものだったりとかがやっぱりハワイなので一年中ね通してさみんなやるので充実してます。ロスでもあるけんね、うん。あとはこのピッチャーもさ可愛いし便利、蓋あるしさ、ちょっとレモンティーとかさ作ったり、これもあったりするし可愛い。俺もプラダ、かわいいね。こんなん出てきたらかわいい、テンション上がりますね。ハワイでハワイのバーベキューとかさ、ここら辺も全部だ。うん、これもプラです、かわいい、全部かわいい。あれどこ行った、あ、いたいた。なんかある？なんかありそう？委員会。何が欲しいの？ヘアカット。ヘアカット。ちょっと自分でやってみると、うん、いいじゃん。サイドだけね。うん、なんかいいもの。サイドとバックも。バックも？うんうん、見て、これリフト。うんうんうん。これ全部カット。うん。うん、いいやん、うん、エディ・バウアーのがあったので10ピースだったよ、しかも10ドルだよ、うん、いいね、ちょっとトライしてみたら、うん、こことかね、全部いらないね、うん、フロスは今度買おう、うん、あんまし、そうね、ワックスタイプが好きね。なんかあるかな。わあ、ピッカボールめっちゃあるね。うん。ね、見て。ここにもあった、ハーレーのバドミントン。かわいい、こっち。ハワイ柄。ねえ、ピックルボールばっかりだ。ちょっとちょっと、卓球。卓球も行こうよ。だから卓球も私たちの行こうよ。作ろう。ね、ずっと言ってるけどね、それはね全然できない。あ、これ見て、なんか可愛い柄だ、初めて見た。何これ？ピンク。
マッサージ。本当？いくら？19ドルだよ。本当？安いね。これもピックルボールじゃん。めっちゃピックルボールやね。これちょっと気になる。マッサージガン。見た目だけ可愛い。中身は分かりません。さあ、メンズの靴コーナーです。大丈夫？マスクがね、マスク持ってったじゃん。ある？マスク。マスクないの？これ、ハエたたき。なんかありそう？ないね。うわ、すごい。なんかこのクロックすごい。